アラトリのドラムのためのセッションレッスン。初心者からする、子供の頃からするということをぜひお勧めします。私はジャズピアニストですが、電子ピアノを使って左右で音を分けて、左手でベースの音、右手でエレピアオルガンの音を弾き、ドラムとのセッションレッスンを行います。私一人でバンドサウンドを実現しますので、総合的にセッションが学べます。リズムは16ビート、ジャズの4ビート、ボサノバといったジャズ系のリズムを演奏します。曲ではなくて、16ビートやボサノバは2コードのパターン、ジャズは12小節のブルース形式でセッションします。まずはノリノリの、リズムで楽しく演奏することです。リズム自体が楽しい、またコラボレーション、一緒に演奏することが楽しい、その中で学んでいきましょう。初心者レベルからドライブすることを経験することは重要です。ドライブ、ノリノリっていうことですね。具体的なスキルは少なくてもドライブする経験をしましょう。さらにドラムはある程度から上のレベルになるには、低音のベードラ、バスドラムが肝心です。そこは私も左手で低音のベースの音を弾くことで、低音と中高音両方を扱うという気持ちをドラムの人と共有します。そのスキルはドラマーとピアニストだけが持つものです。他の楽器は分業です。ドラムは足が難しい、ピアノは左手が難しいのです。一緒に学びましょう。もしベーシストが入ればベースを尊重して演奏するわけですが、自分の中で低音を尊重する意識を持つことで、ベース尊重のスキルを持つことができます。次からは実際のセッションレッスンのサンプル音源です。全て1分くらいで短く切っていきます。まず1番目、16ビートシャッフルミディアムテンポです。私はジャズピアニストですから、16ビートも少し跳ねるシャッフル、バウンスするノリノリのリズムであります。2番目、先ほどの続きで盛り上げた部分です。ベードラの連打の練習です。私はベースの音を弾きながらベースとベードラを同期させること、ベードラの連打をサジェストしています。ベードラの連打で一発目は軽く、二発目で決めることです。連打でどうぞ。このただってこう頭でただってやるときに、
連打を使う。最初もたつくのですが、断然良い内容になります。一発目で引っ掛けて、二発目で頭をそっと決めるというのは、ドラムだけではなく、ジャズ系リズムの基本で、一生の課題です。一緒に学びましょう。
以上、一部は主に16ビートでした。2部に続きます。2部はジャズの4ビートです。